今日は絵本作家黒井健さんのインタビューをお届けします。先週の土曜日、山梨県清里にある黒井健絵本ハウスにお電話をつながせていただいてお話を伺いしました。黒井先生、こんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。黒井健絵本ハウスをご紹介させていただきたくて、先日お電話を差し上げましたら、はい、先生のご子息様が土曜日だったら先生がいらっしゃるからっていうことを言ってくださって、はい、まさかお話をお伺いできるなんて思ってなくってありがとうございます、はい、今日は本当に嬉しいです。実は3月に、はい、新見南吉記念館をご紹介させていただいたんですね、はいはいはい、でその時にフェイスブックページで黒井先生の挿絵のゴンギツネの本のお写真とともに情報をアップしましたら、はい、もうたくさんのコメントが、黒井さんの絵が素晴らしいっていうのがたくさん書かれる方がいらっしゃいまして、 ありがたいですね。これはもうぜひ黒井先生にもお話をお伺いしたいと思いました。はい、私にとってゴンギツネというのはここ40年ほどこの仕事をやってきまして、最も大切な記憶に強い絵本なんですね。はい、それはゴンギツネを描く前の私の絵本とゴンギツネ以降の絵本というのは、画風もそれから描いていく心構えもすっかり変わっていったっていう大きなターニングポイントになってるんですね。ゴンギツネ以前の私の絵本っていうのが本屋さんで全く並ばない、つまり誰もこう読んでもらえないっていうような絶望感の中にいた時に出会ったのがゴンギツネだったんです。30年前の話です。私ももちろんゴンギツネっていうのをよく知ってるお話だったんです。ただ私のそのイメージというのは単純にいたずらギツネが、バチが当たって、鉄砲に撃たれて死んでしまった程度の感覚しかなかったんですね。ですけども絶望感の中で改めて読んだゴンギツネというのは全く別な形で入ってきた。で私はだからそのゴンギツネに対する絵をどういうふうに描いていっていいかわからないまま、南吉記念館のある半田市常滑の方まで、出かけていくんですね。で3、4日そこで過ごして南吉さんの生活した場所を見たり、成果を見たり、それからゴンギツネのモデルになってる川を眺め、その縁に立ってみたりしながら帰ってきて、それで描き始めたら全く今までと違う絵になってった。そうですか。はい、今黒井先生のお話をお伺いして、私もゴンギツネももう一生の宝物になります。そして、最近では絵本花水木の道、これがちょうど2年前の5月花水木が咲く頃に刊行されましたけれども、素晴らしいですね。私何度読んでも涙が出るんですけれどもね。花水木の道を知り合いの編集の方からこの仕事をやってもらえないだろうかっていうことで、作成の浅沼さんのこととかお聞きしてたんですが、被災者である浅沼さんと私の間には到底越えられない溝があるっていう思いがすごくありましてね。テレビで東北大震災を私は見てただけでしたし、それを目の当たりにされた浅沼さんっていうかの間にどうやったらこう共感しながら絵本が描けるんだろうかっていう恐れはありました。で私は描いちゃうと綺麗になっちゃう大抵の場合、絵本が、その真意が伝わらないんじゃないんだろうかっていうふうに話をしましたら、だからお願いしたと言われまして、私は東北大震災以降自分の何らかのこうできることがないだろうかっていう、そういう思いがずっとありまして、チャリティーに出品したり、から募金をしてはいたんですけども、何にもしないような気がしてたんですね。してない気がしてたんですね、それでこれを機会に作者の浅沼さんの心に寄り添うことができたらいいなと思って、思い切ってお送りして今回の本ができてった。そうですか、はい、私この本初めてページを開かせていただいた時に、実はちょっと
不安というか、どんな内容なのかなって思いながらページをめくらせていただきました。あの東日本大震災のその被災の様子もね、あのトーンを抑えた絵で描かれて、また奇跡の一本松も、これはでも黒井さんの絵だからこそ伝わってくるものがすごくあって、でこの花水木がなんとも綺麗で優しくって、あの浅沼さんは25歳の息子さんを亡くされたんですよね。季節して同じ感じなんですよね、うん、私は県ですが、浅沼さんの息子さんはたけるくんって読む、ね、そうです、この出来上がった本をご覧になって、浅沼さんどんな風におっしゃってましたか？フラッシュバックされることを恐れてたんですね。あのラフスケッチの段階で見ていただいて、やっぱり、ね、目に涙をためてらしたけども、私を恐れたような反応がまあ大丈夫だったので、でその後に浅沼さんにいろいろこう陸前高田を案内していただいた。ああ、そうですか。その時まで息子さんが亡くなられたあたりにあまり行ったことがなかったとおっしゃってたんだけども、そこの場に立たれて目を真っ赤にされた記憶がありますが、この本を作るために、あの息子の思いを伝えるために、私は今だから生きれるとおっしゃってた。ああ、そうなんですね。はいはい、あの命を守る木を植えたいと、あの嬉しいことにそれが陸前高田の市の復興計画の中にその通りに入った。わあ、そうなんですね。まだ数年かかると思いますが、私もできればいつかそこに立ってみたいなと思っておりますが。そうですね、はい、あのまた黒井先生のお話今お聞きして、私この本も宝物にします。そしてこれ本当にたくさんの方に読んでいただきたいですね。あ、ぜひ。はい、あの絵本ハウス清里にあるというのがちょっと意外ではあったんですが、創設の経緯を教えていただけますか？あの2003年になるんですけども、その2年ぐらい前でしょうか、あの友達が近くに絵本ギャラリーを開いておりましてね、それで訪ねた時にいいところだなと思ったんです。あ、はい、それで あるレストランテラスでお茶を飲んでたら、その前の牧草地はとっても綺麗でして、まあ、そこへなぜかこうご縁があって建てることになったんですけども、ね、そうなんですか。ですからこれはあくまでも縁なんでしょうね。本当ですね。今は、今おっしゃった花芽月の道がかかってます。そうですか。初めてこの4月から全店かけたんですが、もう本当行きたいですね。訪ねください。全国からいらっしゃるんでしょうね、ファンの方々が。ありがたいことに、はい、そうですか、はい、もう私も必ず行かせていただきたいです。お先生にお目にかかりたいです。はい、はい、ラジオをお聞きの皆さんに最後にメッセージをいただけますか？清里に小さな絵本ギャラリーがあります。それが黒井絵本ハウスと申します。それはだいたい 5,60 点の原画がかかっておりますので、絵本とまた違って原画で楽しんでいただける絵本としてのギャラリーになっていますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。また読書スペースには私の本、それ今まで手掛けてきた本を全部置いて読めるようになっております。天気のいい折にお尋ねください。お待ちしております。黒井先生、今日は貴重なお時間をありがとうございました。でもないです。本当はわざわざありがとうございました。絵本作家黒井健さんのインタビューをお届けしました。